お疲れ様です。速稼塾の久保です。今回の舞姫大学特別講義はスポーツ大会、国民スポーツ大会ですね。まあ、私こんなことが行われているのは知らなかったんですけども、各都道府県が持ち回りで国民スポーツ大会っていうのをねやってるみたいです。で、丸山知事、島根県の丸山知事が、まあ、2030年、これは島根県の持ち回りの当番なんで、ここの開催はすると。費用は230億から250億かかるらしいんですよ。ただ将来的にはこういった財政の負担が大きくかかるイベントをするべきではないっていうふうに言われてるんですよね。で、将来的には近隣の都道府県が、まあ、チームになって、で共同開催という形で各都道府県ごとの開催は難しいんじゃないかなってことを言われております。まあそれはそうですよね。少子高齢化に刺さってきて10年後20年後ともうみるみる人口が減っていくわけですよ。まあ、例えばこれから30年先のことを考えていくと、団塊ジュニアと言われる私たち今50代を生きる世代も、まあ、さすがに30年後っていうのはね半減することが考えられるんですよ。まあ、そうなると人口のものすごく大きなボリュームを作っている年代っていうのはこれにてもうなくなるんですよね。団塊ジュニア、私たちの世代の後にはもう大きな人口の層ってのはないわけですよ。そうなってくるとかなりの人口の低いレベルで下げ止まりが起きてしまうんじゃないかなと。例えば人口が6000万人っていうことになると今の人口の半分です。近所の方の2軒に1軒が空き家という状態、まあ、町内会も半分になりますし、マンションも半分が空室になるっていうことを考えるとね、ちょっとゾッとしませんか。想像するに新幹線乗ってもガラガラ状態、飲食店に行ってもガラガラ状態、まあ、こんな感じですよ。私はすでに街を歩いていて人にすれ違わないですね、この近所でも。そう考えていくとスポーツ大会っていうのも多分維持が困難になるのは、例えばラグビー15人のスポーツです。もうこれはメンバーを集めるのすら現時点で不可能。最近では中学や高校から野球部が廃止になっているっていう例もあるんですよ。それは1チーム9人が揃わないからなんですよね。で、そこで近隣の中学や高校と連合になってやっと1つのチームを作ると、3校合同野球部みたいなのがね、もう今は甲子園にも出てくる、そんな時代ですよ。そうなってくるとバスケの 3on3 が軸になってきたり、個人競技の格闘技大会みたいなのがね流行ったりするのかなって、まあそんなとこじゃないかなと思うんですね。で、その中で各都道府県持ち回りの国民スポーツ大会もちょっとできなくなってくるんじゃないかなと。で、さらにね、島根県の負担額が2030年230億から250億を見込んでいるということなんですけども、これはどういうことかっていうと、スポーツ大会を開催しても足が出るってことなんですよ。まあ、つまりスポーツ大会を起こして費用がかかってもそれ以上の売り上げが見込めないってことなんで、どの都道府県も持ち回りの当番が来ることをねもう嫌がっているということなのかなと。時代は高度経済成長期から少子高齢化の時代に進みまして、これからどんどん人が減り、サービスが減り、活気がなくなりっていう、そんな時代なのかもしれませんね。はい、それでは今回は以上です。ちなみに今ご覧いただいているのは宮城県の村井知事ですね。この方も長いですね。なんか民主党の時代からやってますもんね。自衛隊員出身だと聞いてます。で、これが島根の丸山知事ですね。なかなか精悍な顔つきに見えてきましたね。はい、以上です。